はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の解と係数の関係丸4をお送りします。でこれで4本目ですね、このタイトルも。でまたちょっとね違うタイプの問題を大きく2つですね、上と下で、その中に小問があって全部で4問やっていきます。なのでできそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で確認してもらって分かんないのがあれば今からね全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番の方から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で最初上のね問題なんですが、次の二数、まあ、2つの数ね、こうやって2つの数が載ってるんで、これを解とする二次方程式を1つ作ろう。ただし係数は整数とすると。なので今まではね、そのアルファベータを出すっていうのが多かったんですが、そうじゃなくて答えが出てると、そっから二次方程式、まあ、式を作りなさいというタイプの問題です。でこれはですね、今まで使ってた公式をちょっと確認します。で何かっていうと、どうしようかな、こっちに書こうか。そうね、 ax2 乗 bx プラス c イコール0と、まあ、二次方程式がこう超揺れちゃったがあるじゃないですか。でこれの解が α と β の時に、アルファ足すベータ、答えを足したものがマイナス a 分の b で、アルファベータ、答えをかけたものが a 分の c に一致すると、めっちゃ揺れるな、ごめんね、 a 分の c と一致すると、これやってきたんだよね、ずっと使ってきたこれよ。で今回実はポイントとしてね、二次方程式を好きに作れるじゃんか、作れるので、じゃあここの a は1ってちょっとあえて書くよ、こんな書かないけどね、1にしちゃいますよ、僕と私っていう風にするといいんです。そうすると何が起こるかって、アルファ足すベータ、ここも1になるんで、こうなって、つまりこれマイナス b になるでしょ。で、ここも1になるから、かけたものはただの c に変わるんです。そうすると、今、結局答えが書いてあるじゃんか。で、そうね、これ答えがアルファとベータだから、足したものと、じゃああえてアルファ足すベータで書こうかね。足したもの、これ答えだからね、足すと3でしょ。でかけるとマイナス18になると。で今この B と C 何が起こってるかっていうと、足したものは B、 ここの、まあ、符号が違うけどね、マイナスがついてしまってるけど、ここの答えがここに入ればいい、符号を変えて B 同じだから。でかけたものなんか C そのまんまだから、かけた答えがここにそのものに来ればいいって。だから答え x2 乗のとこは1って決めてるから自分で。なので x2 乗でしょ。で足したものは符号を変えなきゃいけないんで、マイナス 3x です。ここが3だからね。でかけたものはそのまんまだから、マイナス18でイコール0と。これで完成です。係数が整数になってるんで、これで OK。 いいかな。で実はこの6とマイナス3は中学校の時にもできるんだよね。答えが6とマイナス3になるもの1個作れって言われたら、こうやって作るんだよね。はい、間違えた、符号、こっちがマイナスでこっちがプラスか。これ解いたら x は6とマイナス3で出てくる。答えから式を作って、でこれを展開したらどうせこれになるから、いいね。まあこれは中学校のやり方になりますけど、これはね、それを説明するために入れてますが、今回はこっちのやり方で覚えてください。じゃないとこれができなくなっちゃうんで、いいね。で次、その i が入ってるバージョンをやるんですが、これも全く同じです。結局は、あ、ごめん、狭くなっちゃった、ちょっと待って、よいしょ。アルファ足すベータ、答えを足したもの、これ足すと i 消えるから4だよね。でかけたものです。でかけたものはこれとこれをかければいいので、公式使うと4で、右がマイナス 9i2 乗、マイナス 9i2 乗で i2 乗が消えてプラスになるから13になるね。ちょっと暗算でごめんね、やってしまったけど。で足したものとかけたものが分かってるから、だから x2 乗、ここはもう1で固定です。で足したものは符号を変える、こうやって。でかけたものはそのまま使って OK なん でイコール0忘れないようにね。これで OK となります。
いいかな。でもしそのこれでねやり方やった時に分数が出てきたと、例えば x2 乗、マイナス2分の 3x プラス4とかこうなったとやってみたらね、そしたらこれ全体に2かけてください。なぜなら係数は整数とするって言われてしまってるので分数のまま書いてしまうと×になります。全体に2をかければ 2x2 乗ここが消えて 3x で後ろもちゃんとかけて8で0をかけても意味がないんでこうなると、これで丸になります。いいね。今回その問題取り上げてないんですけど、まあ、もし出てきた場合はちょっと気をつけてください。じゃあ消しますね。よいしょ。で次はねちょっと違うタイプの問題いきましょう。で今度は和と積が次のようになる2つの数を求めます。上は式を作りに行った二次方程式をね、下は数を求めに行く。で和がマイナス5、積が3、つまり足してマイナス5かけて3になる2つの数字のコンビなんやねんと、それを探せばいいんです。でこれに関しても和と積が出てきてるのでやっぱりこれを使います。うまくで結局今求めたい2つの数これね、これをアルファベータと置いてください。2つの数をね、で和がマイナス5なんでアルファ足すベータがマイナス5です。で積が3だからかけたものが3になります。で和と積が分かってるんだよ。そしたらあれ使ってください。でこれはですね式を作って解くっていうパターンでいきます。だから上とねほぼ同じなので、上と同じ風にやっていくと A のところを1って決めます。決めればこの和と積がそのまま数字として使えるんでしょ、上と同じように式を作るとね。だからここから AX2 乗の A は1とします。で次和の符号を変えたものが来ると、こうやって、で最後は符号を変えずにそのまま来る。であとこれ解くんです。これ解いた答えがアルファベータになるからそのまま、いいね。でこれね因数分解できないのでしょうがないから解の公式使っていくと 2a分のマイナス b プラスマイナス b の2乗マイナス 4ac だからマイナス12、つまり2つの数は2分のマイナス5プラスマイナスルート13となります。でこの部分なんですけど、こう書いて答えが丸になる先生とこれねちょっと聞いた話なんでわからないんだけど、ちゃんと2つの数って言われてるから2分のマイナス5プラスルート13と2分のマイナス5マイナスルート13ってここまで書かなきゃダメっていう先生もいるらしいです。自分の時はねちょっと記憶が遠い記憶なんであれなんですけど、自分これで丸だった気がするんですが、はい。なのでちょっとねちょっとこの先生に合わせてください。そこは学校のね、まあ解く流れはこんな感じです。で4番ね、俺も同じようにやっていくとちょっと被っちゃいましたが、和が2なんでアルファ足すベータが2でかけたもの、積が4だからアルファベータが4となります。でさっきと同じように式を作るとここの係数は1で、ここは符号を変えて x で、最後は変えずにこうなります。で式を作ったら解けばいいので、これここがあれか、 b' が半分で使えるから x イコール a 分の1分のだから書きません。マイナス b' で1プラスマイナス b' の2乗マイナス ac だからこうなる。つまり1プラスマイナスルートマイナス3なんでルート3で i が出てきます。でさっきと同じだね、これで丸になるかもしんないし、ちゃんと1プラスルート 3i そして1マイナスルート 3i と、これここに関してはねちょっと指示をに合わせてください、学校の先生にね。ごめんね。まあといった感じです。いいかな。では
今回は高校数学数2の解と係数の関係丸4をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でまだまだ続きます。はい、次回丸5まだありますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。